中国は今日ジャーナリストの日です。国営メディアはこの日に合わせて優れた報道だとするニュースと担当記者を紹介しました。中国が定める8日のジャーナリストの日に先立ち、国営中央テレビは7日特別番組を放送しました。番組では中国政府が力を入れる貧困対策や宇宙開発、新型コロナウイルス対策などについて優れた報道を行ったと評価された記者の活動が紹介されました。また習近平国家主席は6日国営新華社通信の設立90年に合わせて祝賀メッセージを送り、揺るぎなく党に従い党の主張を宣伝してきたと称賛しました。一方で中国政府は先月、民間企業の報道事業への参入を禁止する方針を示したほか、当局に批判的な香港のリンゴ日報を発行停止に追い込むなど統制を強めています。